おいーす、こんにちは、たま先生やで。前回のアニメで雲のできる仕組みは抑えたか？ほな、今回は雲の応用いくで。空気が上昇して雲のできやすい時を大気が不安定って言うね。地上で水を遊ぼう言うて誘っといて、上空でごめんもなんかテンション下がったわ言うて話すとかって、そら不安定すぎるわな。基本的にはこの温度差がでかいほど不安定なんで、晴れて海面が温められまくったりしてると不安定になるわ。前のアニメでも言うた通り、上空に行けば行くほど温度は下がる。平均すると100メートルごと 0.65 度下がるけど、この下がる温度っていうのは誘ってる水の量で変わってて、そらやっぱ友達を誘ってる状態なほど自分で誘ったんやからテンションなんか下げてられへんよな。せやから水をよく誘ってる湿度 100% の飽和状態の時やと 0.5 度くらいしか下がらへんし、逆に全然水を誘ってへんっていう湿度 0% の状態やったら1度も下がるからな。こうやって湿ってる方が温度が下がりにくいっていうのを湿潤断熱言うで。まあとにかくこんな感じで 0.5 から1度くらいの差しかないんやけど、ほんでもこれが何かの原因で1度以上差があるような時っていうのは、100メートルごとにテンションが1度以上下がっていくんやから、ごめんやっぱ遊ぶんやめるわ言うて水を上空で放すやつっていうのがいっぱいいて、めちゃくちゃ雲ができやすい不安定な感じになるんや。逆に温度差が普通以下やと、仮に上昇してもテンションがそんな下がらへんってことは、上空でごめんって言って手放される水分が少ないんやから雲もできにくいってわけや。これが安定してるっていうことな。ほんでその間の普通ぐらいの差があるとき、これは時と場合によって上昇気流が起きたり起きんかったりっていうことがあるんで、条件付き不安定言うんや。あと、この上下の温度差が原因で起こる現象言うたら、フェーン現象言うんがあるで。玉先生が前住んでた群馬あたりでは、あの最南端の沖縄を越えて暑かったからな。そのフェーン現象がどんなんか言うたら、日本海から湿った風が吹いてくる。ほんで山を登るんやけど、湿った風っていうのはさっきも言った通り、100メートルで 0.5 度しか変わらんよな。てなわけで、100メートルごとに 0.5 度ずつ。例えば、2000キロの山の上まで来ると10度変わんねん。ほんで、それぐらい上空まで来ると、温度もめっちゃ下がるんで、水蒸気を誘えへんってなって、誘われへんなった水蒸気は水に戻って雲になる。そのおかげで水蒸気が全然おらへんようになるな。水蒸気が全然おらへんような状態の空気になると、100メートルごとに1度下が出るって言うたや。つまり、100メートル下がるごとに1度温度が上がっていく。その結果、20度上がるな。てなわけで、2000メートルの山を越えた時とかって、もう山の反対側とこっち側では、10度くらいも温度が変わってるっていうことやね。それでちょうど山越えたこの群馬あたりとか、埼玉の熊谷あたりっていうのがめちゃくちゃ暑くなって、日本で一番暑いって言われるようになったんや。こんなんなったらもう夏は最悪やで。水蒸気なくなって乾燥してカラッカラしてるし、めっちゃ暑いし、夏に出歩こうもんなら女の子の化粧とか消し飛ぶで。てなわけで、フェーン現象っていうわけやな。僕と玉先生の間でも不縁現象でものすごい温度差が起きてますよ。そしたら最後は雲の応用、前線や。さっきの不縁現象の時でも山を駆け上がったら雲ができたな。あと赤道直下あたりの海では太陽の光がめっちゃ当たるんで、そこですぐ上昇気流が起きて雲になる。ほんでも前線は暖かい空気と冷たい空気の2つの空気がぶつからなあかんから、ちょっと複雑やね。ちなみに暖かい空気と冷たい空気の両方がいるんで、赤道直下とかには無理で、ちょうど真ん中におる日本やからこそできる雲の作り方やね。ほな実際その様子を見てみようか。二つの空気がやってくると、ちょうど真ん中あたりでぶつかる。このぶつかったところを前線言うんやけど、最初は冷たい空気と暖かい空気が出会って、おりゃーって押し合って止まってるんで、停滞前線言うんや。ほんでも実際は冷たい空気と暖かい空気が睨み合っとるっていう感じじゃなくて、冷たい重い空気の上に暖かくて軽い空気が乗り上げてるっていう感じなのね。まあ言うたら寒そうに寝てる猫に布団をかけてあげるって感じや。マークで表すと、こんな、このトゲトゲしたのが冷たい空気の先端ですよっていう意味で、この丸い方が暖かい空気の先端ですよって意味な。ほんでもこの前線の上昇気流は、地球が右手でグッドの方に回ってるんで、その影響を受けて右手でグッドの回転を始める。これがテレビでよく見る前線の記号な。こっちが冷たい空気の先頭で、こっちが暖かい空気の先頭。暖かい空気の方はさっきと相変わらず、冷たい空気の上に暖かい空気が乗り上げていくような感じやから、ゆっくりと上昇する分、雲も層雲っていう広くて薄い雲が弱い雨を降らす。広い雲やから、その雲が流れていくまで長時間雨が降るっていうのも特徴や。しかも暖かい空気がやってきてんねやから、雨が降った後気温も上がるんや。ほんでも逆に冷たい空気の方は、冷たい空気が暖かい空気の下に潜り込もう潜り込もうとするんで、暖かい空気を急にめくり上げる。その結果急激な上昇気流が起きて、縦長の積乱雲ができるんや。そのせいで雨は狭い場所に強く降る。まあ狭いからすぐに風に流されて降る時間は短いんやけどな。ただその代わり温暖前線と逆で冷たい空気が来るから降った後は寒なるで。まあこれでもピンとこんのかもしれへんけど、南からの暖かい風は猫にかける布団って言うてたやろ。空気もふわっと乗り上げて弱い雨が長く降って暖かくなるって、ほわほわっとしてて飼い主の猫愛の感じられる前線になってるや。ほんでもこいつが右手でグッドの回転をし始めたっていうことはどういうことか言うたら、空も飼い主が布団をかけようとしたのに起きて、自分で頭から布団にもごもごもごって入っていったっていうことやね。だから急に布団はめくり上げられるんで、縦長の積乱雲が出来上がるような上昇気流が生まれたんや。
しかも冷たい猫が自分から布団に入ってくるんやろ。地上に当たる布団の表面が冷たくなるも当たり前のことや。ほんで寒冷前線がどんどん進みながら暖かい空気を押し上げつつも、温暖前線がずっと上に乗り上げまくってたら、だんだん温暖前線に寒冷前線が追いついていくような感じになって、最後は追いついて閉じる。これが閉塞前線や。するともう暖かい空気は全部上に上がってしまって、これ以上空気を押し上げることができひんので前線は消滅、雲もできなくなるんや。ここまで来たらもうわかるな。そうや、閉塞前線いうのは猫が布団の下に全部入ってしまったんで、猫が下、布団が上っていうことで猫が眠り出したってことやね。空気が上に上がるときに雲ができたやろ。つまり布団が猫の上にかけられるときに雲ができるんやから、猫がしっかり布団の下に入ってしもたらもう布団を動かす必要ないや。せやから前線も消滅すんねん。てなわけで前線は停滞から寒冷と温暖前線に育って閉塞前線になっていく。これを偏西風の影響を受けて東へ流されながらやっていくね。とや、雲の応用編、フェーン現象と前線わかったか？全然わかんなかったわ。って前線ギャグを入れたかったけど、私でも今回のでそこそこわかっちゃったわよ。今回の説明は特に詳しかったですもんね。玉先生もみんなのことを考えてわかりやすい授業になるよう努力してるんですね。まあな。というのも普通は脚本書いた後、無駄がないかを徹底的にチェックして削ぎ落として、大体3割ぐらいをカットするんやけど、寒冷前線と温暖前線のところで、一発で説明のつくスカートめくりとお尻タッチの説明をみんなのことを考えて変更したからやね。こいつただのスケベジジイだったわ。